山口君。民主党の山口剛です。岸田外務大臣、ご苦労様です。これからよろしくお願いします。私は通告、今日はいくつかの質問をしています。その前にいくつか、先ほど原田理事あるいは佐藤理事からも尖閣の問題についての言及がありました。この尖閣の問題について昨年私と太平国さん、その前に当時外交副部長だった傅衛さん話したわけです。私は外務省去ってから一切口にしてません。完全に沈黙を保っています。他方最近ちょっとあやふやな私についてのいろんな噂も出てるもんですから、少しそれは訂正しておかなければいけない。週刊祭なんかに出たんで、その訂正記事やお詫び記事が来週出ますけれども、まず私自身が8月の去年の末に行った時に、傅衛さんと会っても5時間ぐらいずっときついやり取りをやったわけですね。でそれにあたっては当時の中国家、特に石川課長をはじめ、もう一言一句私の発言応答ぶりをきちっと詰めて、それを杉山局長あるいは当時の笹江次官が当時の現場大臣も含め、すべて省内決裁をきちっと取った上で、もうそのラインを一歩も踏み出していません。極秘の電報が報告電として残ってますから、ぜひ岸田大臣ご覧になっていただいて、これから日中関係を開くときにどうしてもあのやり取りが出発点になると思います。で特に、あまりそこの内容は私は言いたくありません。他方先ほど、確か琉球の話が原田理事からも出ました。あのポイントは非常に大事なんですね。それで傅衛さんの時だったですけど、先方から琉球についての言及があったので、それは良くないということで、次の日に太平国さんと会った時に、あれは今までの中国のラインからはみ出していると思うと、そういう意味ではあれは訂正いただけないかということを私から申し上げて、太平国さんから今まで通りのラインで理解していただいて結構だということもありました。そういう意味で私自身は一歩も今までのラインをはみ出さずにやったわけです。で太平国さんが会う前に会った時に言ってましたけれども、当時の胡錦涛さんともよく打ち合わせをして今日の会議に臨んだと。だ中央側のスタンスの出発点はそこのはずです。で、提案があったわけです。それはまだ極秘ですから、もちろんこの場ではその提案があったということは申し上げられるけど、でその提案に対して我々が回答できないままに国有化の閣議決定に至って、で話が非常に複雑になっているというのが、あるんです。だそういう意味ではぜひですね、先ほどの ICJ の話、大臣からは、中国側から特にそういうアプローチもないしという話ではありましたが、ぜひいろんな意味でなかなか難しい一本の白い道を見つける作業になるわけですけれども、あの辺の太平国との私との会談、ぜひちょっとご覧になっていただいて、そしていろいろと解決策を考えていただければと思う次第です。答弁はいりません。で今日お渡ししてある資料の中にですね、エコノミストの記事を私は付けさせていただきました。エコノミストの3月2日号、こういう表紙ですね。で3月2日号の25ページと6ページにある記事をそのままコピーでお渡ししてあります。でこの写真を見て、そうか、非常になかなかこういうメディアっていうのは微妙なところを撮るもんだな。これ安倍総理が手を差し伸べてるのをオバマさんが割と引いてる写真ですね。だから非常になかなかそういう見方をするんだなと。このスピン&サブスタンスっていうのは、スピンっていうのは、スピンをかけるっていう意味もありますけど、情報操作っていう意味があります、ね、サブスタンスっていうのは実体ですね。ここに書いてます。1パラの最後に安倍総理が Japan is back と言われて、でその次のパラグラフに Yet in the United States the judgment was rather different
アメリカでは判断はかなり違っていたと。で、ミスター・アベ and his people がプレイドアップ his visit、 プレイアップしたんだと。で、その2行下に、Yet the idea that Mr. Abe had rescued Japan's alliance with America was simply untrue. 日本とアメリカとの同盟を救ったっていうのは simply untrue、 事実じゃないと。で、その後に書いてあるのは、The relationship was on a sound enough footing well before Mr. Abe's Liberal Democratic PartyLDP ousted the Democratic Party of Japan, DPJ, from power in December. ここに書いてあるのは、日米関係は別に自民党が民主党に代わって政権につく、その前からずっと、この sound enough footing、もう十分 sound enough footing であったと。まあ、これがエコノミスト氏の評価ですね。いろんな評価があると思います。エコノミスト氏の評価です。で、まあ、次の段にはまた非常にこれきついこと書いてあるんです。 And if the Obama administration has an issue of trust、 もしも信頼関係の何かイッシューがあるとすれば、 It may be with Mr. Abe himself、 安倍さん自身に対するものなんだと。これ強烈な言い方ですね。その後の方に、この日中関係のことがドラッギング・イン・ユナイテッド・ステイツ、要するにアメリカを巻き込むっていう恐れを持っていると。それで、It finds him hard to read、 安倍さんがなかなか読めないと。言葉を変えると何考えてるか分かんないって言ってるんですね。 In the past, he and fellow right-wingers in the cabinet have promoted a revisionist view of history。この修正主義者と言われるっていうのは相当しんどいですね、国際社会の中では。リビジョニストと言われるのは、まあ、ただ今ね、 He is soft peddling it now、 まあ、今は、まあ、その辺のことをうまくやってると。まあ、私もそりゃそうなんだろうと思います。まあ、そういう意味でね、まあ、先ほど、まあ、私はあまりここでチャレンジする必要はないんですけれども、あまりね、その失った外交だとか、あるいはむちゃくちゃになったものをどうのこうのという表現はやめていただきたいと。なぜかと、それは私たちも外交については超党派でやっていくというつもりがやってました。それを党派に偏った発言というのは、むしろ日本の外交を危うくするというふうに思います。岸田大臣、いかがでしょうか。はい、外務大臣。はい、まず、今回の日米首脳会談については、さまざまなこの評価があり、またメディアにおいてもいろいろな意見、評価が表明をされています。まあ、こうしたことについても、まあ、冷静にこの見させていただかなければいけないと思いますが、いずれにせよ今回の、まあ、日米首脳会談は、改めてこの我が国外交の基軸であります、まあ、日米同盟のこの絆の強さを内外に改めて示すという意味で大変意味があったと思っています。まあ、過去の政権の評価とかどうこういうことではなくして、未来に向けてですね、日米関係が重要であり、そしてこの大切な日米同盟を基軸としながら我が国の外交を展開していく、こういった姿勢を示すという意味で意味があったのではないか、このように思っています。委員長。山口君。岸田大臣から、まあ、党派にこだわるということではなくて、国益に即して外交を進めていくという気持ちを今言っていただきました。まあ、そのようにお願いします。そしてですね、この先ほどのエコノミストの3つ目のこの段にですね、まあ、中頃にここに書いてもコンサーンから始まるところ、コンサーン that Mr. Abe's hawkishness could upset China explains why Americans were not keen he brings to Washington ideas they would normally approve of。 普通だったら歓迎するようなアイデアについても、どちらかというと Americans were not keen、 あんまり
反応しなかったなということが書いています。その次に、The administration made it clear that America would not openly endorse Mr. Abe's desire to reinterpret the Constitution in ways that give Japan the right to collective self-defense. 普通は集団的自衛権について検討しているというのは、いかにも、それは私もいろんな意味で検討しなきゃいけないと思っています。これを、そのことですら、アドミニストレーション、オバマ政権は、アメリカ would not openly endorse、 あんまり大っぴらには支持するってことじゃないよということを made it clear ということですね。でさらに続いていくんです。その産業した Nor did Mr. Obama or his new Secretary of State John Kerry offer as strong a pledge as did Mr. Kerry's predecessor Hillary Clinton to defend Japan's administration of the Senkaku Islands。その2行下に、Mr. Kerry merely reconfirmed that America's security treaty with Japan covers the islands。 これ相当大事な部分です。そして岸田大臣が尖閣諸島に安保条約が適用するということを確認されたということは大事なことです。ここに書いてあるのはただそれだけだったと。その前にオバマさんと新しい国務長官はそれほど強いプレッジを出さなかったと。要するに怖いわけですね、ドンパチ始まるのが。でアメリカがその中国との戦争にドラッグイン、引きずり込まれることを警戒しているっていうのがここにしっかり、彼らは分析しているんです。でまたですね、少し違う資料としてお手元にもそのまま出した1月21日のこのオバマさんのイノーギュラルアドレス、これの3ページ目に、3ページ目の2段目にですね、ここに書いてあるのは少しアメリカのスタンスっていうのが今までのブッシュさんの時とだいぶ違ってきてるなっていうふうに思います。1行目はその今までのラインでしょう。 We will defend our people and uphold our values through strength of arms and rule of law。 だけどこの次ですね、 We will show the courage to try and resolve our differences with other nations peacefully。Not because we are naive about the dangers we face, but because engagement can more durably lift suspicion and fear。 エンゲージメントというのは対話を含むことでしょう。そういう意味でオバマさんの尖閣に対する感覚っていうものを我々は非常に深読みしなければいけないと思うんです。特にそのアメリカが尖閣に日米安保条約が適用というところまでは岸田大臣もケリーさんと確認された。他方中国を封じ込めようとかそういう言い方は一切してないわけですね。岸田大臣どうでしょうか。戦略的にですね、日本とアメリカが組んで中国に 対抗しようという発想はお持ちですか。外務大臣。まずこの日米首脳会談、日米外相会談についてのこの評価についてですが、まずこの日米首脳会談についてはですね、アメリカは大変、積極的な強い姿勢で強い期待を持って臨んできたと私は認識をしています。オバマ大統領に、バイデン副大統領あるいはケリー国務長官、ドニロン大統領補佐官等ですね、このずらっと同席する形で、首脳会談が行われる、こうした姿勢、さらにはやり取りを見ておりましても、アメリカがこの首脳会談に対して大変力を入れている、これは感じたところでありますし、そして今回日米首脳会談と外相会談、これセットで行われました。この細部において外相会談においてしっかり確認をしていく、これは当然あるべき姿だったと
というふうに思っております。こうした日米首脳会談、外相会談、まあ、こうしたこの会談を通じて改めて内外に日本の姿勢を示す、日米のこの絆、そして日本アメリカのそれぞれの姿勢を示すことができた、この点では大変意義があったと、認識をしております。そしてアメリカはこの冷静に対応して、この、まあ、事態に対してですね、まあ、冷静な対応を求めているということですが、我が国が毅然としてなおかつ冷静に対応している、この我が国のこの姿勢をアメリカが評価するというようなこのやり取りだったと認識をしております。ぜひこれからもこのアジア太平洋地域の平和と繁栄のためにしっかりと日米同盟を基軸としながら我が国は対応努力をしていかなければいけないと思っています。日本、中国、そして我が国はこの地域においてですね、それぞれの国益がかかっているのみならず、この地域の平和と繁栄にも大きな責任を担わなければならない、こういった立場にあると認識しております。まあ、そういったこの姿勢で、考え方で、これからの外交に臨んでいきたいと思っています。委員長、山口君。要するに日米が組んでそれで中国を封じ込めようという話では必ずしもないというのが今の答弁だと思いますが、いかがでしょうか。外務大臣。まあ、この地域においてはさまざまな課題があります。外交、安全保障、まあ、経済、そして、それ以外にも、人的交流をはじめさまざまな課題があります。まあ、その課題において大きな責任を担っている、この、まあ、そういった中で、この我々はこの責任ある対応をしなければならないと思います。ただその中で日米同盟というのは大変重要なこの二国間関係であります。日米同盟を基軸としながら責任を果たしていく、これが我が国の立場だと思っています。委員長。山口君。日米同盟というのは非常に広いものだと思いますから、特に軍事的な側面のみならず、安保条約にも経済的な側面いろいろ出てます。だからそういう意味では今大臣が言われたラインでですね、特にアメリカが尖閣について日本か中国か領土問題でどちらかの味方をしようということはしません。今まで一度もありません。だから安保条約が適用されるということを言ってるだけなんです。だからそういう意味ではアメリカの力を借りて尖閣というよりも、まあ、日本とアメリカは非常に仲いいんだということを背景として見せるのはそれはいいと思います。でも尖閣の問題というのはアメリカとは全く違う次元で日本と中国との間で、まあ、問題というか、私は領土問題が存在はしないという前提のものにものを言ってますけれども、もしも中国側から何か来たんであればそれはアメリカと組んでどうこうしようという話では片付かないというところを認識しておいた方がいいと思うんです。でオバマ大統領がアジアシフトということを言います。だけれども中国を封じ込めようとかいう気持ちは全く今ないと思います。でその理由はいくつかありますけれども、岸田大臣はどういうふうに見ておられますか。岸田外務大臣。すみません、ご質問の趣旨は、アメリカが中国を封じ込む意図はない、その理由はどう思っているのかということでしょうか。ちょっとそのアメリカの意図を私が推し量るのはちょっとなかなか難しいところはありますが、アメリカもさまざまな、その自らの国益を考え、なおかつ、地域のこの平和と繁栄に責任を持つ立場から、この戦略的に物事を考えているのではないか、そのように想像はいたします。委員長。ちょっと待ってください。山口さん、封じ込める意思はないとね、はい、さっき質問されたから、はい、委員長。はい、どうぞ。委員長の今の指摘も踏まえながら、アメリカの意図を日本の外務大臣がつぶさに把握しておくということはとっても大事なことです。でそれは岸田大臣も言われた通り、日米安保条約あるいは日米同盟という言い方を今していますけれど もうそれが日本の外交の大きな大黒柱だからという意味です。一つ事実としてね、
アメリカの国債を誰が一番たくさん持っているか、昔は日本だったけれども、まあ、今は中国ですね。あるいはアメリカのドルを外貨準備なんか誰が一番たくさん持っているか、昔は日本だったけど今は中国ですね、まあ、そういう意味ではアメリカと中国っていうのはもう経済的に切っても切れない関係にまで来てしまっている。だから我々が日本とアメリカが組んで中国とっていう部分は気持ちとしてはあったとしても、その辺はもう少しリアリストに冷徹に考えていかなければいけない。だからアメリカのどういう状況で気持ちで例えば中国を封じ込めるとかいう話がなかなかもうなくなってきてるかっていうのを私はお聞きしたのは、私自身の見方はこういうアメリカの国債を誰が一番たくさん持っているのかとか、あるいはアメリカのドルを誰が一番たくさん持っているのかという事実をやはりアメリカが踏まえざるを得ないということも我々は知っておいた方がいいんじゃないんでしょうかという趣旨です。この問題に関連してですけど、たださっきね、岸田大臣が向こうからも強い期待があって、それは先ほどの、ね、エコノミストの中でもきれいに出てるんですけれども、さっきの一部最後の段落に出てくるんです。25ページの最後の段落にですね、 Rather the White House designed the meeting to elicit two other commitments、 一つは TPP だと。要するにアメリカの強い期待っていうのは TPP について日本が交渉参加について前向きの反応をしてほしいというところがここに書いてます。まあ、考えてみ当たり前のことなんです。私もそれは一生懸命やってきてました。で、それはアメリカにとってですね、前は9カ国、今は11カ国で TPP の交渉をしていると。で、その中で、まあ、アメリカがオバマさんが輸出を増やして雇用を増やそうとするときに、その輸出を吸収できる国は一体どこだろうかと、11カ国な、まあ、あと10カ国ですね、アメリカ以外。カナダもメキシコも多分難しいですね。ペルー、チリ無理ですね。ニュージーランドも無理、オーストラリアも無理でしょう。ベトナム、マレーシア、シンガポール、ブルネー、みんなアメリカの輸出を吸収するのは無理でしょう。それで日本がどうしても大事になるわけです。だからそういう意味ではまあ、今回私はこの間の予算委員会の時にもはっきり指摘させていただいた通り、少し譲歩しすぎだなというふうには思います。でもうそれを踏まえるとね、最近私はあの時自動車についてまさかそんなことないだろうなと言ってたようなことが新聞でいろいろと報道されているもんですから、少し大臣にもこの場を借りてお聞きしなきゃいけないんだけど、まずはこれは通告してあるものそのままですけれども、アメリカ側は自動車について具体的にどのようなことを言ってきているんでしょうか。はい、岸田外務大臣。まあ、日米の間でのこの協議については、まあ、先の日米首脳会談で、まあ、発出されました日米まあ、共同声明の第三段落にありますように、従来からも自動車とアメリカ米国側の関心事が示されてきました。そして第三段落にありますように、こうした関心事についてこの共同声明、この日米首脳会談後も引き続き協議をしていく、こうしたことを確認したということであります。ですから自動車についても今現在まだ協議は続いております。ですから報道等さまざま行われていますが、まだこの自動車をめぐってもですね、協議が続いている、結論が出ている状況ではありませんので、協議中の中身についてちょっと今触れることは控えさせていただきたいと思っています。山口君。TPP について私たちは精一杯情報提供してきたつもりでしたけれども、当時の自民党からは情報提供が不十分だということがよくありました。私はこの自動車については日本の基幹産業の一つですから、譲歩されるっていうことがないんであればともかく、もしも安全基準とかについてアメリカの安全基準パスしたものは日本でも認めてくれと、まるで韓国に認めさせているがごとくに
言ってきているようなことがないんであればともかく、もしもあるんであればそれはよく国民に説明をしていく、あるいは理解を求めておく必要がある。決まったからはいこうなりましたというのでは情報提供としては不十分だと思います。いかがでしょうか。外務大臣。協議中の中身について逐次これをこのオープンにすることは、相手国との信頼関係はあるとは存じますが、いずれにしましても交渉に通じて我が国はこの国益にかなう最善の道を目指さなければなりません。そしてその中にあって、できる限り国民の理解を得るべく努力をしていく、これは大切な姿勢だと思っています。しかし、国益にかなう最善の道を確保するために全力を尽くしながら国民の理解をしっかり得ていきたいと思っています。委員長。山口君。その意味でアメリカの安全基準をパスしたものは日本でフリーパスだということにはならない、国益を守るためにはそれはしないというふうに解釈してよろしいでしょうか。外務大臣。具体的な交渉の中身か、議題テーマについてちょっと触れることは控えさせていただきますが、いずれにせよこの国益にかなう最善の道を目指さなければいけない、これは交渉において当然のことだと思っています。委員長。山口君。岸田大臣は例えば米韓の FTA の中でアメリカの安全基準をクリアしたものが韓国に1メーカーあたり2万5000台ずつフリーパスで入ってきていい、これは国益、これはもしも同じように日本に言ってこられた場合、現実に言ってきていると思いますけれども、それは国益にかないますか。外務大臣。米韓 FTA はこの2国間 FTA です。TPP は多国間交渉です。結果としてどのようなこの結果を導き出していくのか、これ交渉のありよう、中身も異なると考えていますが、いずれにせよ結論として我が国のこの国益を守らなければいけない、強く感じています。委員長。山口君。今米韓は2国間で TPP はマルチだから違うという指摘は間違ってます。現実に科学さんが言ってるから、向こうは米韓 FTA を参考にしてくれって言ってるからです。だからそういう意味ではあまり事実と違うことは言われない方がよろしい。だからそういう意味で米韓 FTA を向こうは参考にしてくれっていうおかしなことを言ってきてるわけですから、そのことについてはダメですということをおっしゃってるんでしょうか。はい。外務大臣。基本的な考え方は先ほど私が申し上げた通り、これはTPP と米韓 FTA は違うという考え方が基本でなければならないと思っています。さまざまなこの意見が出て表明されているのかもしれませんが、我々はこの基本に立ってしっかりと、協議していきたいと思っています。委員長。山口君。向こうが思っているのは自動車と保険ですね。牛肉については我々の時にもうすでに20ヶ月までって言ったのを30ヶ月に伸ばして、これは事実上解決したと思っていいでしょう。向こうはもう牛肉についてはほとんど言ってないはずです。じゃあ残りは自動車と保険。じゃあ保険については、今自動車のことずっと話してますけど、もう一つの保険についてはアメリカがどういうふうなスタンスで臨んで、岸田大臣はどういうスタンスで答えようとされているんでしょうか。外務大臣。先日 その日米共同声明の第三段落において自動車そして保険等が米国の関心事として示されてきた、こうしたこの内容が含まれているわけですが、この具体的なこの協議は今引き続き続いております。この協議の中身についてですね、どのような提案があったとか、このやり取りをちょっとここで、この明らかにすることは控えなければならない。国益を考えても相手国との関係を考えても、その協議の最中という時点でそれを明らかにするのは控えさせていただきたいと思います。委員長。山口剛君。違います。はっきりと事実を伝えて国民のバックアップを持って、それで交渉を望むべきです。例えばがん保険についてはっきりした事実は、アフラックが日本のがん保険市場の 70%
持っている。でその中で例えば還付生命保険が、郵政の還付生命保険が新しいがん保険に進出しようとして、でそれはまかりならないと、こういう話があるわけでしょ。私の時には少なくとも、いや WTO に基づいて内外無差別だと全く問題ないと押し返してます。だからそれは国民の支持を取り付けるべく、私もしっかりいろんなところで言ってきたつもりです。だから外務大臣としてですね、しっかり国民のバックアップを得たいという気持ちがあるんであれば、今交渉中だから言えないの一点張りではダメです。しっかりとしてこの事実を伝えて、そしてこのがん保険についてはアメリカがそういうふうに言ってきている、あるいは学資保険についても文句言ってきているわけですね。だそういう意味では国民のバックアップを岸田大臣は背にしながら、そしてこのアメリカとの交渉に臨むということでなければ、申し訳ないけど今見ている限り、私だったらライフスタイル取りません。もっともっときちっとやってます。譲りすぎてます。だからそういう意味でこのがん保険については、向こうは自動車ものすごくイモーショナルだと、この言葉よく聞いたことがあると思います。理屈じゃないんですね。トヨタ、マツダ、ダッツン、ホンダ、この名前見ただけでもう赤い布を見た牛のようになるっていうのを、まあ、川口さんが言ってた、イモーショナルになるんだと。だからそういう意味では自動車についてのその反応と保険についての反応はだいぶ格差があります。だからこの保険についてはもっともっときつく言ったっていいんです。だからそういうことを踏まえて、岸田大臣一言お願いします。外務大臣。日米間のこの交渉については、山口委員も、当時は外務副大臣でいらっしゃったわけですから、これはその交渉に関わるこの責任者として、こうした交渉の中身についてはですね、このしっかりと、この明らかにしなければならないことと明らかにしてはならないこと、これをしっかりと区別するお立場にあると思っています。いずれにせよこの交渉において、この国益を守るために最善の努力をする、これは大変重要なことだと思っていますし、そしていずれにしましても最終的には国民の理解を得なければ、まあ、TPP 協定はですね、この最終的に批准まではたどり着かないわけですから、しっかりとした交渉を行いながら、そしてこの国民の理解を得るべく最大限工夫をしていく、こうした努力をこれからも引き続き続けていかなければいけない、これが基本的な考え方だと思っています。委員長。山口君。外務大臣の答弁のレベルもう少し上げてください。それはこのがん保険について我々の時にはすでに国会でこういうことはきちっと答弁してたんです。でもその交渉の途中だから言えないという話ではありません。日本政府を代表して交渉する場合にどういう観点でやろうとしているか、それを国民の代表である国会で言うのは当たり前のことです。それが交渉の結果どうなるかというのはまた別の話です。だからそういう意味では岸田大臣が国益国益、それはあんまりにも抽象的すぎる。誰も国益に反したことをやる大臣はいないでしょう。だけども外務大臣としてアメリカとどういう気持ちで交渉するかということは、国民の代表である我々に答弁をすることがむしろ義務です。だからそういう意味では交渉が成り立ってからですね、最終的にはって今おっしゃったけど、最終的には国民の理解をダメです。途中から国民の理解も得れるように外務大臣として外務省いっぱいスタッフがいるんですから、それは国民の理解を得るようにしなければいけません。だからそういう意味では答弁の先ほどから2つのキーワードしかありませんよ。交渉の途中だからというのと、国益は最善守ると、それしかありません。だけどもう少しきちっとした答弁を私は望みたいと思います。ちなみに医療についてもですね、これは私もちょっと宣伝不足だった。この間の予算委員会でも私は報告しましたけれども、カトラーとやり合ったわけですね、だいぶカトラー女子と。で私は相当きつい言い方してと、まあ、今もいるアメリカの森子氏、私の彼が1年生というか最初入場した時に部下だったもんですから来やすい中ではあるんですけれども、まあ、彼がいろいろ電報を見て、山口さんちょっとやりすぎてませんかと、相当きつい言い方してますよねと、私はこう言ってたんですよ。当時の野田総理は交渉参加に前向きだぞと、じゃあなぜか分かるかと、それはオバマさんが輸出を増やして雇用を増やしたいと言ってると。じゃあその輸出を吸収できるのはどこだと、さっき言ったみたいに他のどの国もないだろうと、日本しかないだろうと、じゃあ医療と保険でアンリーズナブルなこと無茶なこと言うなよと言うんだったら、絶対交渉参加のその署名に俺はさせないぞということを言って、そしたら彼女が一生懸命ワシントンで
根回しして、で去年の3月1日と2日に米国アジアビジネスサミットという場東京で設けられたときにアメリカの政府代表としてやってきて、はっきり言ったわけですね。医療については一つ目は日本や他の国の国民医療保険制度を民間ベースの医療保険制度に変更を求めるものではないと、それ一つはっきりと。もう一つは TPP は混合診療を含め民間の健康サービス提供者に関して日本の制度変更を求めるものではない、もうこれ発言しているんです。自民党の方で重要5品目とあと国民皆保険というのを報道で見ましたけれども、もう国民皆保険はそういう意味で事実上取っているんです。だから別にあそこでわざわざ自民党は言うのもなんか、我々の候補不足かもしれないけれども、あんまりご存じないんだなという気持ちで見てました。そういう意味で交渉の途中だから言えないとかいう話じゃないです。現実にいろいろとやっぱり国民の理解を求める努力がもっともっと外務大臣側であった方がよろしいかと思います。外務大臣。前政権において、当時の山口副大臣をはじめ、関係者が努力をされた、国益を考えてさまざまな努力をされた、それはその通りだと思います。そうしたご努力には、敬意を表したいと思います。そしてこの交渉の過程を明らかにすることにおいては、相手国との信頼関係を考えた上で、同意を得たものはどんどんとオープンをしていく、これは当然のことだと思っています。そして今山口副大臣に伺いましても、この情報をお立場は、今副大臣は離れられたわけですけれど、引き続きこの二国間のその協議が今引き続き続いているわけですから、その途中過程についてはこの情報管理、しっかりとこの慎重に対応されるお立場にあられるのではないか、このように認識をしています。委員長。山口剛君。なんかいかにも私が言っていることがおかしな話のように今おっしゃったけど、そういう趣旨じゃないですね。違いますね。はい、外務大臣。私が申し上げているのは、この情報公開については、この協議を行っているわけですから、相手国との信頼関係のもとにオープンにできるものはしっかりオープンにしていく、こういった対応が大事だ、このように思っています。委員長。はい、山口君。交渉のポジションをレバレッジ効かせるために、交渉の内容についてうまく国民のバックアップを取るということが今の現代の外交についてどうしても不可欠ですから、そのこと言ってるんです。別に交渉の過程をつまびらかにせよという趣旨とは違います。とそういう意味で国会に対して、あるいはその国民に対して、今の岸田大臣の答弁を少しレベルアップしていただきたいということです。一つ、日米関係についてですね、私もう一つは在沖縄の米海兵隊のグアム移転経費についてというところを昨日通告してある内容ですけれども、これについて私自身が強く中で申し上げてたのは、全体のプロジェクトがしっかり積み重なった上で、したがっていくらなんだと、全体の必要経費はいくらなんだと、それなしには個々の出費はまかりならないということを言ってきました。去年の春連休前ですけれども、2プラス2の文書を作るときに、最後の最後に議会の、アメリカにおいては議会、日本において国会のいろんな意見もよく聞きながらという項目が入りました。それはどういう趣旨かというと、プロジェクトを具体的にしっかり詰めてから、それによって全体像も決まるし、個々の支払いも起こるだろうという観点です。そういう観点から言ったら、この今、全体像が決まっててるんでしょうか。その辺から質問させてください。外務大臣。ご指摘のこの在沖縄海兵隊のグアム移転のこの話については、昨年4月の2プラス2共同発表において計画の一部を調整したことを受けて、その後日米間で日米それぞれの資金を当てる事業を特定するための作業を今行ってきている、こうした状況にあります。まず事業全体を確定してから考えるべきで
だという、まあ、ご指摘については基本的には私も同感でありますが、まず事業全体を確定してそのうち日本側の資金を充てるすべての事業を、まあ、特定しその後に個々の事業ごとの日本からの資金提供を決める、まあ、こういった順番が基本であると私も思いますが、しかしながらグアムにおけるこの補完的環境影響評価まだ十分に進んでいないため日米それぞれの資金を充てる事業全体像がかかるまでしばらく時間を要するこういった状況に今あります、一方でこの補完的環境影響評価の結果に影響を受けない事業も一部に存在していることから、まあ、これら限られた事業に充てるためにこの予算の範囲内で可能なところから着実に進めていきたいこのような考え方を今我々も取り作業を進めているこうした状況です。委員長、山口君。大臣の全体像が確定してからやるというのが原則だと。でそれはきちっと守っていきたいとアメリカ側にもそれは言えるんです。向こうもそういう背景がありましたから、まあ、当時まだいたウェブさん、マケインさん、あるいはもう一人はレビンさん、まあ、この辺二人はいなくなったけれども、もう相当きつく言った上でこういう話になったわけですから、それはやはりきちっとした原則を守っていただきたいと思うんです。その点について重ねて確認願いますか。内務大臣。はい、ただいま申し上げたように、物事の順序は因果指摘の通りだと思いますが、現実において、この可能なところからできるだけ着実に進めていきたい、こうした考えのもとに具体的にこの今日15日にも約93億円のこの資金を米側に提供するための交換公文に署名する方向で今調整をしているといる最中であります。ぜひ、基本的な考え方は大事にしながらも現実において作業を進めるために可能なところは進めていくこうした姿勢で臨んでいきたいこのように思います。山口剛君。岸田大臣、ぜひね、私のような例えばその国会にいる者がこういうことをきつく言っているということを交渉の中で使ってもらったらいいんです。だからアメリカ側にですね、お宅の方で93億円、今環境影響評価の結果がどうなろうとそれに左右されずにどうしてもこのいるもんだからそれについて考えているという答弁でした。私も全くそれを否定するものではありません。ただアメリカとの間で原則は全体がきちっと具体的に固まってからやるんだということを確認した上でそしてそういう話について進めてもらいたいけれども、その時にですね、その時に我々のようなものがいてですね、きついんだと、だからアメリカ側においてもこれが当然だと思わないでくれよと。だからそういう意味でアメリカ側においても凍結されているものを早く解除してなるべきじゃないかという交渉ができるわけですよ。だからそういう意味で使ってくれって言ってるんです。どうでしょうか。外務大臣。はい、ご指摘、当然のことだと思っています。先ほど申し上げました考え方についてはこのアメリカ側、米国側とも認識を共有していると認識をしております。ぜひ基本的な考え方、しっかり確認しながら、現実にどう進めていくのかしっかりと調整していきたいと思っています。委員長。山口君。アメリカのその国防の中での話の一つですけれども、ただこの全体のですね、今度国防費の話っていうのも事前に通告してあると思います。アメリカの方でその予算について与野党で相当きついやり取りをして、で国防費についても非常に徹底的な削減計画があるように、あるいは実行に移されたように聞いてますけれども、その辺のことはいかがでしょうか。外務大臣。米国の国防費の削減の話ですが、3月1日、
そのご案内のとおり、米国においては予算管理法に基づき国防費を含む歳出の強制的削減措置が発動されることになりました。まあ、その結果、米国の国防費については2012年度から10年間で約8500億ドルが強制削減されると承知をしております。これはすでに国防省が表明している削減額に加えて、毎年米国の国防基本予算の1割弱、約500億ドル程度に相当する予算がさらに削減されることを意味すると理解しております。委員長。はい、山口君。このアメリカの国防費削減の意味を岸田大臣、どういうふうに読まれますか。外務大臣。この国防費削減については、まず我が国としては、このしっかりとこの注視をしていきたいと思っております。おそらくこの予算制約があるとしたならば、この活動の進捗状況等にですね、変化が生じることになるとは思っていますが、この米国にとってこのアジア太平洋地域に対するこの優先度、これがこの変わらないこと、そして日本におけるこの米国のプレゼンスや日本の安全に対する米国のコミットメント、こうした立場がこの変わらないというこの基本的な部分においてこの変化が生じないように期待をしたいと思っています。委員長。山口君。岸田大臣から変化を生じないように期待したいという答弁でしたけれども、現実には変化が起こりつつあると思うんです。でそれを先ほど私が指摘したこのイノギラルアドレスに一つ出てますね。だからそういう意味では高難療養のうちの高の部分がだんだん比重が小さくなって、まあ、なんというかいわゆるエンゲージメントというか対話というかそっちの部分に重点を移しつつあるというのが今のオバマさんのスタンスだというふうに解釈した方がいいと思うんです。でそういう意味ではこれを例えば曖昧戦略という人もいれば軍事的な不介入主義という人もいます。それは背景があるわけですね。2001年の 9.11 の時にこの4機の飛行機が、まあ、ある意味で日本アメリカの心臓部でテロリスト的同時多発テロですね。でその時に、まあ、私はたまたま次の日ホワイトハウスに行って議論したわけですけれども、やはりもう次の日から、まあ、戦争だ戦争だということを言ってました。で私の方はいや戦争ってそれアフガニスタン戦争するっていうのは気持ちは分かるけれども、日本に一緒にやってくれって言うんだったらやっぱりどういうエビデンスがあるんだと、でプラスいやその他どうなるんだと、まあ、イラクっていう名前も出てましたけど、じゃあイラクは大丈夫かと、放射失礼核兵器はですね一体何発あるんだいということを議論して、まあ、相当熱い議論になったわけですけれども、まあ、向こうはもうすぐ戦争ということを言ってました。で結局私はあの時言ったのはですね、いやソ連はアフガニスタンに侵攻して結局潰れたんだぞと、10年で潰れたと、アメリカ大丈夫かと、だからよく考えてからやんなきゃいけないしなということを言ったんです。銀行とか自動車産業10年経って危ないなんて言わないようにしてくれよと。で現実には投資銀行は全部潰れて、フォードクライスラー GM も国がバックアップしなければ一回倒産したわけですね。そういう意味では私の方が当たってたかもしれないけど、まあ、アメリカはその意味でアフガンとイラクでものすごい国力を消耗したと思うんです。だからオバマさんはとにかく来年撤退したいと。で現実にはしかし本当に撤退できるかどうかっていうのはまだいろんな要素もあるんでしょう。だけどもそういう経緯の中でアメリカとしたら今度はアジア太平洋に焦点を当てて経済の立て直しをしないと国が持たないと、じゃあその時に島の問題でガタガタしないでっていう気持ちがあるんでしょう。こっちは原則貫いてやらなきゃいけないからそれやるとしても、ただアメリカの気持ちももんぱかりながら同盟のパートナーとしてきちっとやっていこうとしたら、やはりその
この国防費の削減についても大きな流れの中でアメリカがこの軍事的には不介入主義を取る、要するにアフガン・イラクの戦争でもう手いっぱいで、もうそれすら引きたい、じゃああとアジア太平洋で中国との戦争に巻き込まれるなんてことも大変だと、むしろできないという気持ちがそこに現れているように私には思います。そういう意味でね、この岸田大臣がこれから仕事をされる中でアメリカがどういう気持ちでいるのか、この国防費削減についても少し正確に深読みをしといていただきたいなと思って私はこの質問をさせていただいているんです。その意味で、ね、この日本が例えば岸田大臣の所信表明の中にも価値観という言葉出てくるし、鈴木副大臣のこの間の予算の説明でも第一に普遍的価値に基づく戦略的外交のダイナミックな展開という言葉を使っておられます。まあ、アメリカの中でバリューということが全然使われてないというわけではありません。ただそのことを強調しなくなったということが確かなんです。だから岸田大臣は変化が起きないように望むと言われてもすでに変化起きつつあるんです。だから日本がいかにもですね、価値観外交ということを振り回すというよりもむしろもう違いを受け入れながら日本こそがいろんな物事を解決していってやろうという気持ちを持っていただきたいんです。まあ、TPP も同じですよね。TPP っていうのが一つあれば、もう一つは日中間自由貿易協定っていうものも交渉が始まりつつあるわけでしょう。まあ、目いっぱい私も力技で始めさせてもらったけれども、もう一つあるのが今度は日 EU ですね。だからそういうものを全部まとめていくのがやっぱり日本の役割だと思うんです。ちなみに日 EU の時私は正直言って TPP でなかなかアメリカが自動車問題で拉致が開かないから先に EU やってやろうと思ってだいぶやったんです。だけどどうもね、アメリカのフォード、クライスラー、GM がドイツの BMW とベンツ、イタリアのフィアット、あるいはフランスのプジョーとかけしかけてやるなと。でアメリカは大統領選挙あったからフォード、クライスラー、GM 敵に回せなかったんだと思うんですね。ロムニーさんとあれだけ接戦演じてたら。だけどまあ大統領選挙も終わった、したがってまあ EU とも EU もじゃあアメリカからいろんなそういう話も多分ないんでしょう。だからその EU の経済連携協定っていうものも今進めることは私は状況は整ってきてると思いますけれども、今どういう状況でしょうか。外務大臣。はい、ご質問のこの、EU との経済連携についてですが、3月25日に日 EU 定期首脳協議が予定をされております。これまでの作業により日 EU EPA の交渉開始に向けた環境は整っており、正式交渉開始に向けた最後の調整を今事務レベルで行っている、こうした段階にあります。我が国としては EU との高いレベルの EPA を実現すべき、早期に交渉を立ち上げたいと考えています。委員長。山口剛君。 EU との間でも進みそうだと。もう一つはこれは通告してません。でも答えられる範囲でおっしゃってください。日中間自由貿易協定について今どういう状況でしょうか。外務大臣。日中間、この三国間においても、経済連携この立ち上げようというこの意思は確認をされている、こうした状況になります。山口君。今日は通告してないから立ち上げようというんじゃなくて、すでに事務レベルでは交渉が始まっているということですから、岸田大臣としてもですね、よくそこをケツ叩いて進めていただきたいと思います。で韓国と中国というものをどうしても睨みながら私もやってました。で韓国はどうしても中国の方を向くんですね。で先に韓国と中国で話をしている中で、違う、日中韓でやらせてくれということを何度も何度も私韓国側に行って話をやってました。考えてみたら多分韓国と中国との貿易の状況にもあると思うんですけど、これも通告してませんが、韓国についてどこの国が一番貿易の相手国として大きいかっていうのは事務方いかがですか。事務方ではなくて大臣、もし分かったらもちろん。外務大臣。すみません、今手元に資料ありませんが、私のこの感覚では韓国にとっては中国との貿易が大変大きなウェイトを占めているのではないかと思っております。委員長。山口君。
韓国にとって中国が輸出輸入ともナンバーワンなんです、まあ、これを機会にぜひ岸田大臣もそのことを刻んでおいていただいて、これから交渉されるときにですね、そのこと一番大事なポイントなんですね。パククネさんが新しい大統領になられて、なぜ中国の方にあんなにメッセージを送ってんだろうという背景がそこにあると思うんです。そういう意味で日本はこの日中韓の自由貿易協定を進めることが TPP の交渉も有利に持っていきますから、だからそういう意味で日中韓を進めて、日EUを進めて、でその中で TPP、 それから東南アジアも入れれば、あの地域包括的経済連携 RCEP ってやつですね、だからそれも進めていく、これを全部あの駒のようにくる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 回しながらやっていくことによって TPP があと期間がわずかしか残ってないけれども、少しでも有利に進められるということになると思うんです。でちなみに私はもう一つですね、やり残したことで少しスタートしたんですけど、この間の予算委員会でも少し触れました。ロシアをなんとか持ってきたいなと思って、要するに FTAAP、 FTAAP と発音されているあの FTAAP、 アジア太平洋における FTA、 FTAAP ですね、 FTAAP、 ここにたどり着こうと思ったら最終的にはロシアも入ってくるわけです。入れなきゃいけないわけです。ところがロシアと今日本が FTA を交渉するところまではなかなか難しいです。でも日本海という重要性がどんどん今増していると思うんです。例えば TPP というのはトランスパシフィックパートナーシップ、環太平洋経済連携です。じゃあ私は発想したんです。環太平洋経済連携があるんだったら環日本海経済連携やってやろうじゃないかと。でそれでロシア、日本、韓国、一つ飛ばして中国、それからモンゴル、まあ、アメリカ遠いけど環日本海経済連携の名誉会員で声かけようかというんで、この6カ国で、まあ、去年の7月の24日でしたけれども、東京で国連大学であのエリナっていう環日本海経済研究所っていう新潟にあるんです、その北東アジアの経済連携をずっと研究してきた会社に、まあ、委託して国際会議っていう形を取って学者さんに集まってもらってやったわけです。まあ、あのこれからこの間森元総理がプーチンさんに会いに行かれて、岸田大臣あるいは安倍総理としてもロシアの外交をどういうふうに進められるかということを考えておられると思うんです。でもこの韓日本海経済連携、まあ、韓国は、ね、日本海についていろいろ言ってますけど、それは北東アジアというか何しようが、もう日本海を囲むような経済連携というのは将来の戦略にとって非常に重要になってきます。でそれは幸か不幸か温暖化で北極海の氷が溶けつつあるから、船が南回らなくても北から行けるようになってるんです。北には海賊がいないんですね。南には海賊がいっぱいいる。そういう意味では北から回るときに日本海はどうしても通るんです。あるいは日本海を通ればすごく近いんです。だからこれから日本海の戦略的な重要性っていうのはどんどん高まってきます。で氷を割って進める造船技術を持った会社っていうのが日本にも何かいくつかの会社があるんですけど、これ世界的にも非常にレベルが高いし、これから日本が考えていく中では韓日本海経済連携をどうやって発想していくかってとっても大事なんです。これは何も質問通告してないけれど、岸田大臣としてこの構想に対してですね、私はそこでやり残した感があるもんですから、ぜひあの引き継いでいただいてですね、ロシアをどういうふうに取り込むかっていう一つのフレームワークとして考えていただければどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。外務大臣。このアジア太平洋、そして特にこの東アジアの戦略環境を、まあ、大きく変化する中にあって、ご指摘のようなこの新しい発想、まあ、これは大変、この重要であり、まあ、傾聴に値すると思います。さまざまなこの経済連携、そして国際連携を組み合わせることによって、まあ、相乗効果を発揮する、トータルとして地域や我が国の経済活力につながる、こうした姿勢は大変重要だと思っています。委員長。はい、山口君。日本がどういうふうな役割をこれから担っていくかということに関わってくるわけですね。それで私もね、その昔そういえばアインシュタインさんがなんかいろんな予言してたなっていうのをちょっと思い出してしたんですけど、アインシュタインがこういうことを言ったということになってる。
近代日本の発達ほど世界を驚かしたものはない。この驚異的な発展には他の国と異なる何者かがなくてはならない。果たせるかなこの国の3000年の歴史がそれであったと。この長い歴史を通じて一系の天皇をいただいているということが今日の日本を表せしめたのである。私はこのような尊い国が世界に一箇所くらいなくてはならないと考えていた。なぜならば世界の未来は進むだけ進み、その間幾度か戦いは繰り返されて、最後には戦いに疲れる時が来る。その時人類は誠の平和を求めて世界的な名手を挙げなければならない。この世界の名手のあるものは武力や筋力ではなく、あらゆる国の歴史を抜き越えた最も古く、またたっとい家柄でなくてはならぬ。世界の文化はアジアに始まってアジアに帰る。それはアジアの後方日本に立ち戻らねばならないということをアインシュタインが予言したということが言われて、いろんな出典について学者さんたちが研究してるんですけど、でも、ね、日本がこれからどういう役割を担うべきかについて、例えばこういうふうに予言している人もいる。筋力や財力、あるいはその軍事力ではない、そういう日本でなければこれからの世界の名手にはなれないだろうと。だそういう中で TPP があり、日中間自由貿易協定があり、あるいは RCEP があり、あるいはこれから日中を進めて、さらにはロシアを取り込むような韓日本海経済連携構想を進めて、でそこに北朝鮮がですね、悪かったと、俺も入れてくれということを言わせるっていうのも一つの戦略だと思うんです。で私はあえて、もちろんのことながら、北朝鮮はさっきの6カ国の中には入れてません。ただいろんな構想があり得るんですね。シベリアで発電をして超電導で日本に 電力を持ってくると、途中北朝鮮を通るという具合にして、うまくプロジェクトを進めるということもいろいろあり得ます。だからぜひですね、このアインシュタインの予言が的中するように、日本が世界の名手というぐらいのつもりで、この経済連携というものをアメリカのことに対して譲歩するだけじゃなくて、日中間を同時に進める、あるいは日中を進める、あるいはこのロシアも取り込むということでもって、堂々と戦略的な外交を進めていただきたいというのが私の願いです。いかがでしょうか。外務大臣。はい、先ほど来、さまざまな、貴重な ご提言を聞かせていただきたい、いただいたと、感じております。こうしたご指摘もぜひ参考にしていきながら、我が国全のこの外交の大きなこの道筋、育成について考えていくことも大変重要だと感じております。委員長。山口君。その中で私は一番最初の尖閣のことを言いましたけれども、この日中関係ですね、この間岸田大臣あるいは安倍総理がワシントンに行かれて、多分順番的には中国かロシアかっていうところが大きくなってくるでしょう。もちろんその間に EU が入っても自然です。そんな中で中国、安倍総理が対話のレベルを上げていきたいと語ったというふうにも言われます。具体的にどういうことを言われんとしたのか、この辺は岸田大臣いかがでしょうか。外務大臣。中国は言うまでもなく我が国にとって、最も重要な二国間関係のうちの一つであります。この、中国との関係、が、この安定することは日中2つの国の国民にとって利益であるだけではなくして、この地域のこの平和と安定にも大きな影響がある、こうした認識にあります。ぜひこの日中関係につきましても、日中双方とも大きな責任を感じて、この関係修復に努力をしなければならない。その際に、両国間の政治レベルでの意思疎通が、大変重要だということを、安倍総理も、申し上げさせていただいた、このように私も理解をしています。この意思疎通を図るために、さまざまなレベルで、このさまざまな接触を行わなければならない。政治レベルにおいても大変重要だ、こういった趣旨を申し上げ、たと理解しています。委員長。山口君。中国について私も忸怩たる思いを持ってこのことを質問しなきゃいけないわけですけれども、言ってみれば一番最初1972年に至るまではいわゆる
総会会の池田名誉会長が頑張られたりして、まあ、政治の前にそういう接触もあったわけですね。で、まあ、これから日中間の自由貿易協定の議論とか政府が関わる中でもいろんなことがされるでしょう。でその中でまずはもう昨日習近平さんが国家主席に選出されたわけですから、今まで私は中国側に聞かれても、まあ、習近平さんが正式に国家主席になられたら安倍総理も考えやすいんじゃないのというふうに私は勝手に答えさせてもらってました。で他方もうすでに昨日なったわけですから、ここからきちっと日程を立ててどういうふうに話をするのか、でそれが首脳間の対話だけではなくて、岸田大臣が今言われたようにさまざまなレベルでさまざまな分野の人がもう一回作り上げなきゃいけないということだと思いますので、そこはこれからしっかりお願いします。質問時間を終了してもらって終わります。はい。